食べとりチャンネル。本日は先日ライブでお届けした若ちゃん先生の子育てお悩み相談室の模様をお届けします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。見てくれてる方いるかしら。いいです。お忙しい時間にありがとうございます。なんか若ちゃん先生のお悩み相談室ということで、元教師の、教師歴39年の若ちゃん先生に私たちのリアルなお悩みを相談してお答えいただこうと思っています。皆さんも質問などありましたら YouTube のコメント欄にぜひお願いいたします。ではまず今日参加するメンバーの自己紹介をさせていただきます。とじゃあ私からいきます。と岡山県に住んでます堀米ゆかりです。子どもは、小学校6年生と2年生と年中の女の子3人のお母さんです。よろしくお願いします。じゃあ、あっこちゃんお願いします。はい、東京都の西村明子です。うちはゆかりんのところとは逆で、5歳ともうすぐ2歳になる男の子兄弟が2人います。はい、よろしくお願いします。じゃあゆっこちゃん。はい。私は、東京に住んでます。古山由紀子です。子供は10歳の女の子がいます。よろしくお願いします。では今日の先生、若ちゃん先生、よろしくお願いします。はい。若ちゃんです。先生と呼ばれるのでちょっと黒いのを着ちゃいました。東京で、東京に住んでいます。永遠の39歳です。年齢不詳です。よろしくお願いします。あ、そうだそうだ。我が子は22になる男の子です。まあ、この子の子育てでいろいろありまして、です。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう早速いいですか？質問してっても。はい。ちょっとじゃあ、あっこちゃん、お願いします。はい、じゃあ聞いちゃいます。さっき伝えた通り、男の子2人いるんですけれど、私自身が一人っ子だったっていうこともあって、もう異性である男の子の考えていることが全然わからなくって、よく男の子は宇宙人だとか言うけど、本当によくわからなくって、なんかどういうふうに男の子というものを捉えて接していけばいいんでしょうか。あ、はい、わかりました。実は私も一人っ子。で、男心本当にわからなかったです。夫の心もわからないというね。ね、ただね、働いてる時、教員してる時はやんちゃな男の子とかちょっと癖のある男の子は得意だったんですよ。へえ。大体ね、最初にくっついてくるんですよ。様子見で、新しい学校に赴任した時に必ずなんかちょっかい出してくるのが、うん、こいつらはちょっといろいろやるだろうなみたいな感じでいて、そういう子のことをつかむのは得意でした。で、我が子はって言ったらやっぱりなかなか難しかったんですけど、男の子はね、自尊心が高いんです。プライドが高い、なので上からガチンってやるとすぐすねる。すねる。すねるでしょ。で、すねるのが分かりやすいんで、男だから。女の子はちょっとすねり方がちょっとなんか違うんだと思うんです。学校で見てる子ですよね。我が子は女いないから何とも言えないんだけども。で、すねやすいのはね、どっちかというとこういうホイホイ持ち上げる、褒めて持ち上げるのはいいと思います。ただし、心から褒めないとバレる。嘘言ってるってバレる。すごいね、すごいねってやってるとね、褒めてないとか言われるいうことがありましたけど、なんだろうな、これは女の子にもいいと思うけど、さすがとかなんか言ってきたときに相槌で知らなかったなとか、知っててもね。で、さしすすごいねとか、
何がすごいか言わなくていいの。まずはすごいねとか。って。先生は出てこられました。先生になれちゃうねとかね。で、そうはそうなんだって、さしすせそを使うと、会話が進むし、なんだろう、ちやほや、ちやほやでもないんだよね。持ち上げられると思います。で、男の子本当に分かりやすいから、ちょっと拗ねたら、で、そういう時は相手にしない。で、見てるとイラつくので、自分はちょっと違う場所に、違う場所って言っても、扉ピシャって閉めると、それもまた拗ねる原因なので、扉開けといて隣の部屋に行くとかね、ちょっとママはトイレに行きますとか言ってね、自分がクールダウンをする。なるほど。うん。そうするとね、結構、いいかなと思いました。うん、いました。ついね、褒めたりしないけど、うん、心から褒めるように。そうなんです。え、こんなものっていいんですよ。うん、昨日よりも拗ねた時間が短いなと思ったら、すごい早く立ち直ったとかね。そんなことでいいんだ。なんかね。うん。嫌なとこというかダメなとこは目につくけど、うん、褒めるとこってなんかなかなか難しいなと思ったけど、あ、そういうことでいいんだと思うとちょっと褒めるポイント見つけられそうな気が、うん、そうでしょ、うん、そうそう、なんか例えばお手伝いでお箸を並べるのを手伝ってもらった時に、前の日はぐちゃって置いただけとかね、でも今日は揃ってたらすごい揃ってるとか、そんな感じでいいしそうか、そういうのでいいんだったら、なんか一日何個かありそうな。あるでしょ、うん、そう、本当一日30個褒めろとか言うんだけどね。30個、ね、だから、なんだろうな、おはようって言ったら、おはようって言ってくれたら、うん、すごい言えたとかね。そういうことでいいんです。でもこれ本当はね、ここだけの話、夫にも聞くよ。今隣にいるから小さい声で言ったけど、声は聞こえてます。夫にも使える秘密の、そうなの、技、いいこと聞いちゃいました。ちょっと今、ね、うちまだいないんですけど、帰ってきたらちょっとやってみよう、ね、私以外みんな男なので、うん、みんなを褒めるようにします。そうよ、それでそれを褒めた自分も褒めるんですよ。あ、そうですね、なんか幸せな気分になりそう、みんな。でしょ、うん、それは大事ですって言ってる私も時々ダメなんですけどね。そういう時は食べ物で考えようねと思います。こんな感じでよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、ゆっこちゃん何かありますか、質問。そう、何個かあるんですけど、聞きたいのが、子供が勉強を好きになる方法があれば知りたい。勉強ね、楽しいっていう、うん、楽しいと感じるようになるっていう、ね、うん、小学生出したっけ。そうです。10歳だ、10歳ね、はい、10歳は難しくなってくる頃だからね、お勉強。そうなんですよ。一つの方法は、我が子では失敗ではないけど、どうしても嫌な先生がいて、でね、ある他の人も言ってたんだけど、その先生が嫌だ嫌だってよく言うの。だったら、じゃあどこが嫌なのかよく聞いてきてって言ったの、授業で教えて。そうするとこうなんか再現するじゃない、ここが嫌なんだよねって、この言い方がね、ネチネチして嫌なんだよ、そうか、ネチネチしてるんだとか言いながら聞いてると、授業嫌でも聞くじゃない、うんうんうん、それまではこう耳ふたいでたのが聞くんで、それもいい方法だよって言われました。ただ私もやったんだけど、うちの子の場合は本当に嫌だったらしくて、あ、もうね、その話をするなとか言われちゃったので、ちょっとうちの子のその嫌さ具合にはちょっとまずいかなと思います。うん、あとはね、なんだろうな、勉強だからね、強いるからね、字の通り。強いて勤めるから、勉強じゃなくて、学習、
学びとかの方がよくって、うん、ここは難しいけど、なんか好きなものがもしあれば、お絵描きでもいいので、お絵描きがとっても好きだったら、お絵描きばっかりひたすらやらせて、すごいって、それこそまた褒める。うん、で、好きなものを、あの、なんだろう、極めてって、その他のことにだんだんこう、行くとかね。そういう方法もいいんだけど、まだ小学校6年生ぐらいまではそれでいけると思います。いけるっていうか、あの、そういうふうにやって好きなことをどんどん極めていく方がいいかなと思います。ただし、受験をさせよう、中学受験をさせようとか思う場合は、一度、それプラス、やんなくちゃいけなくなりますけど。あ、うん、なんか楽しくなるものをなんか何か一個でもね見つけ出してあげれば、またそんなことばっかりやってて宿題が終わんないでしょって言いたくなるのを抑えてすごい、そう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 、もう30分もやってんじゃんそれとかね、そこ褒めるの、そうそう、で例えばずっと言いたくなっちゃうでしょ、そこなんだよ、そこなんですよ本当は。で、時間がもう寝る時間じゃないって言いたくなるんだけども、そこをちょっと我慢して目をつぶって、特にそう金曜日あたりは特にもういいわ今日は遅くてもとかってね、明日の予定がそんな早いのがなければちょっと目をつぶって、どのぐらいうちの子は集中するかな。で、集中してるときに声かけちゃダメなんだよ。やってるじゃんとかって言わない。ひたすらさせとく。それがいいみたい。大吾の弟も言ってました。なんだっけ、メンタリスト大吾の弟なの。クイズが得意な子。こうと言っちゃいけないね。23歳。あの人も言ってた。あの、親に何にも言われなかったってずっとやってること、なのでね、そういう集中するのを見てあげて、これならこの子集中するなって、それを極めさせるっていうか、とことんやらせてあげると違うことにも進んでいくんじゃないかなって思います。ありがとうございます。見てください。はい親が我慢できないんだよね。そうそう、ちょっとつい言ってしまう。なんでそうなんです。そう、うん、こんな感じで大丈夫？はい。ゆこちゃんまだある？いや、あるけど、ゆかりにどうぞ。の？うちのそのね、一番下の子の年中さんなんですけど、はい、ひらがなもまだ書かないし、何にもでそのお勉強みたいなのさせてないんですよ。で、あの、なんか上の子たちって自然に自分でなんかやっててこう身についてたんだけど、全然興味なくって下の子が、うん、こう小学校入るの大丈夫かなって、あと1年ちょっとでこう小学校入る前にこれはやらせできるようになっといた方がいいよとか、やらせといた方がいいよっていうことってありますか？あー、そうね、そうね、あ、かける、かけないは別に大丈夫。小学校でできてくるし、ね、できてた方がいいって言ったらば、素直に先生の話を聞けること、違うか、お母さんの話も聞くことみたいな、なんだろう、あの、お母さんの話だけはしっかり聞くけど、うん、ね、先生の話聞かないっていう子もいるんですよ。へえ。だからお家の中でいい子、うん、それよりもお家の中ははちゃめちゃしてても外でちゃんとお話聞けるとか、うん、座ってって言われたら座ってられるとか、それの方が大事かなって思います、うん、あとは自分が今やりたいことがちゃんと言える、あの、単語でもいいからね、どっちがいいって言った時に、リンゴとオレンジどっち食べるって言った時に、リンゴとかふいーんふいーんってしてるよりは言えた方がいいかなとは思います。うんうん、そう、じゃあ言えない子の場合は、うん、こうなんか言えるように、あ、そうね、指差しでもいいから、こっちとか、うん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 、2択ぐらいでさっきのリンゴとオレンジ、うんうん、
なんか やらそうそう、いろんなことをやらせるときも二択にするといいみたい。へえ。とか、例えば今保育園でやってるんだけど、あのお支度するのが苦手なっていうか、遊びたくなる子がいて、うんうんうん、君はこれからこの3つやることあるよみたいですね。どれからやるって、連絡書を出すか、リュックのファスナーをするか、汚れ物を入れるかって、その3つを見せて、どれやるって1個ずつやらせて、帰ってきて、帰ってきなさいみたいなってやってるんだけど、そういう、うん、自分で選択できる、今何をやりたいかっていうのをやるのがいいかなって思います。うん、じゃあもうこれしなさい、あれしなさいっていうんじゃなくて、こっちとこっちどっちするみたいな言い方の方がいいってことですね。うんうん、ですぐ決められた、すぐ決められた、偉いって褒められるでしょ。また褒めポイントが。そう、褒めポイント。そうそうそう、あ、ついついあれしなさい、これしなさいって、こうちょっと命令っぽく言っちゃってるから、選択させてないかもしれない。ああ、そうかそうか。うん、彼女。だって今人間は、1日に5000個ぐらい何気に選択してるって。へえ。私たちもね。だから今、あ、電気つけようかなとかさ、外の音がすると、え、風とか思って窓閉めようかなとか、いろんなことあるじゃないですか。うんうん、重要なことを選んでるだけじゃなくて、そういう細かいこといろいろ選んでるから、その選ばせ方をちっちゃい子にも覚えさせる、それが大丈夫と思うんですね。だからやりたくないっていうよりは、どっちやるとか、それがいいかなって思います。ありがとうございます。はい、あの見てる皆様ももしも気になることがあったら、コメント欄にぜひ質問入れてくださいね。ゆこちゃん、まだなんかいっぱい聞きたいって言ってたから、この機会にぜひぜひ聞いちゃって。ちょっとさっきのなんかお話に通じるというか、うん、なんか今子供がよく自己肯定感がない子が多いって言われていて、その自己肯定感を上げるにはどうしたらいいのか、上げるにはやっぱりさっきから言ってる、褒めるです。でもね、褒めるんだけど、自分褒める側の自分もなんか心が穏やかじゃないと褒められないじゃないですか。さっきも、そういうもん、そういうとこでいいのっていうこともあるでしょ。ああいう感じに、それをあの感じる心があったから、みんな、それでいいんだって言ってくれたけども、それすら感じられない人もいたりするんでしょ。だから自分も母親もあの自分のこと褒めていいんです。あら私って綺麗ね、朝ね鏡の前でやるとかね。あ、今日もシワは一本で済んだとかね。なんか、まあそうやっといて、で、今日は早く起きられた自分が偉いとかね、夫にむしゃくしゃしたけどちょっと口答えしなかった自分が偉いとか、ごめん、なんか自分のこと言ってんだけどさ。そんなことをしときながらも、子供は、うん、やっぱり褒めてっていうよりも、そう、それで自分を褒めてると、自分の子だから大丈夫って言える。あなたは大丈夫よって、私の子だしとか、私とパパの子だしとかって、うん、そういうことをたまにっていうか、意外と言ってるといいって、あとね、夜寝るときにね、添い寝とか寝かしつけもやるんだけど、やらなくなった大きくなってきた時も、たまに寝静まったあたりの背中のあたりをこうさすりながらね、私たちの子だから大丈夫とかね、あなたは可愛いとかね、ちょっとやってあげると、なんか寝ながらね入ってくらしい。へー、でもね、ちょっと私も小6ぐらいの時、うちの子が学校行きたくないって言ってる時に、あなたは大丈夫、大丈夫って言ってやってたけどね、聞こえてたのかもしれないし、わかんないんだけど、そう、そういうふうにやってるといいと思います。まあパパとも仲良くしててね、子供の前でね。そうそう、そういうふうにすれば自己肯定感があるかなと思いますね。あの、うん、お勉強で
テストで85点だったよ、それも偉いじゃないですか、うん、ね、100点取れなくちゃおかしいじゃないんだけど、うん、85点だったのにすごいじゃんって言ってあげて、で勉強で100点取るだけが自己肯定感じゃないし、うん、学校の先生の前で手挙げて答えられたねって言うんでもいいし、そういうのをどんどん認めてあげる、うん、あの褒めるっていうよりも認めてあげる、そこがすごかったよって、ママは得意だな、得意に思ったよとか、うん、そういうことでいいかなと思います。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、また何かあったら聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。コメント来ました、お願いします。とね、反抗期の子供への接し方で気をつけるべきことを知りたいですって質問いただいてます。そうね、反抗期のお子様ね、反抗期、3、4歳の反抗期と、高学年になった反抗期と、思春期の反抗期いろいろあるんですけど、でも基本はね、同じような気もしないではない。あのね、なんだろう、2、3歳の時の時は、私の時はもう20年ぐらい前になるけど、嫌だもん、あ、嫌だもんはその時ないんですけど、私と夫の中にはあのなんとか嫌だもんっていうキャラクターがあったんですよ、昔あの漫画でね、で、やることが嫌ですぐ嫌だもんって言うから、あ、怪獣やなもん現れるとか言いながら、茶化してね、まあいいや、嫌だもん、そこでやってなさいって言って、その小さい時の、第一次反抗期の時は逆を言うといいです。やれって言ったらやらないから、うん、やらないって言うから、あ、これやってほしかったけど、あ、やんなくていい、やんなくていい、うん、ママやるからやんなくていいとかね、わざとやらない方向に向けるって言ったら、やるとか言うのそういう感じでいくといいかなと思います、うん、で、高学年の反抗期、高学年だと女の子のが先に反抗期来るかなって気もするんですね、あの先に成長が激しいから。で、女の子の場合は意外と陰湿ではないよね、あ、ごめん陰湿は学校で現れる感じだな、家ではだけど、あの、うちに入りやすいのでよく見えないじゃないですか、うん、で、その子によっては顔がプーって膨れて、あ、反抗してるって分かりやすい子の場合はそこで、あの、そっとしとく、あ、そっとしとくのがいいんだ、そっとしとく、あ、反抗してるんだなって、うん、で、まあ、分かりにくい子のこともそうなんだけど、あ、何考えてるか分かんないっていう時はやっぱりそれもそっと見守る、じっと見てるの分かると嫌がるから、なんか違うことをしながら、作業しながらチラチラと見とくとかね、うん、そういうふうにしといて、あんまり深入りっていうのが、何だろうな、どうしたのどうしたのって言わない方がいいっていうのと、あとは、うん、その頃合いが、駆け引きじゃないけど親子のね、駆け引きが難しいんですけど、うん、やっぱりこちら側はイライラしない、ね、来たな反抗期みたいな。それで、ある人が言ってたのは、お母さんが40代あたりに入ってくるとプチ更年期が入ってくるわけ親がねで、親がイライラしやすくなる時に、子供がやっぱり思春期になってくるとぶつかるんですよ、思春期と更年期が。プチ攻撃、そうするとすごいバトルになることがあるので、ん、自分もちょっとやばいかもって思うことも大事、うん、だなとは思います。そこが難しいっちゃ難しいんですけどね。でもっと大きくなると18、19、20ぐらいの、うちの子はちょっと前ぐらいの時はもうそこはもういいや、大人なんだからご自由にどうぞにしましたけど、私の場合はご自由にやってっていう感じで、あの、突き放しはしないんだけど、やっぱりこう見守る感じにしてると、しばらくして、あの時こうだったこうだったこうだったって言ってくることもある、うん、なので、
つかず離れずっていうやつかな。なのでね、あの子育てで今5歳ぐらいまでのお子さんのママたちは体力的に大変なんですよ。追いかけたりとかね、遊びもそうだし、追いかけたりとかあちこち行くしとかって、そういう大変なんだけど、それこそ思春期、あの高学年ぐらいになってくると精神面を心配するようになるので、ちょっとそっちにシフトしていく大変さがあるのと、あと18ぐらいになってくるとこちらでございますね、金銭面を心配してあげる、お小遣いの方の心配になってくるかなって感じがします。あ、この辺はどんどん変わるんですね。どんどん悩みって。そうですね、そうだから、ね、できないですね。はい、私も言われたもん。私なんかはほら、高齢出産で42で産んだんだけど、その時にもう高校生になってるママたちが、ね、あの、可愛くていいよね、その時が一番いいんだからって言われて、どういう意味かと思ったら、本当に精神的に参るんだからねって言われたんだけど、あ、精神面の方が辛くなるんかっていうのが。だから体動かしてる今の方が、まだ楽しいよ。辛いけど。それからか。いつまでも来るよ。やっぱりさ、親見ててもさ、ね、私なんかの、違う、私の夫の母なんかも、やっぱり子供大好きだから、ね、いくつになってもずっと心配してるし、あ、そうか、と思いながらいました。特に男の子のママはそれがあるかもしれない。はい、長く喋っちゃったけどごめん。大丈夫かな、ご質問の方。ございます、あ、ありがとうございますってコメント返してくださいました。あ、本当に。もう一個質問いただいたんですけど、時間的にそれで最後かな、今回は。そうですね、はい。じゃあもう一個最後にお願いします。最後、若ちゃん先生は子育てしているときどんな風に息抜きをしていましたかって質問来てます。知りたいそれ。息抜きね。そうだよね。何してたんだっけ。息抜きね。あ、でもね、自分のやりたいものをやってた。趣味とか。それでも、違うな。あ、一番ここだけの話、ここだけの話が多くなる。あまりにも、眠れなかったりとか、子供が夜泣きで大変だったという時があった時に、夫があんまり忙しくて帰って、ね、帰り遅いとかあった時に、うん、遅く帰った時にそのまんま預けて、プチドライブ、今おっぱいの中だから3時間は大丈夫って車、夜中のドライブしてた子供ある。へえ、ね、すごいね。その時に何の曲だったのか、好きな曲があったから、それをガンガンに聴いて、うん、ガンガン歌いながら運転して夜道を。今考えて怖いよね。それで高速じゃないのに60キロとか出してさ、相当な怖いドライバーでした。意外。そうなんです、あの、ハンドル握ると豹変しますって夫にも言われてる。そうなんだ、若ちゃんのそんな一面があるんだ。あ、でもね、大阪の人ほどじゃないと思います。私大阪の人、お友達で乗ってる時に見たら、あ、私はその日ではないと思ったもん。ですけど、はい、すごいそこでストレス発散はしてたかな、うん、いやでも一人になる時間ってないですよね。そうなの、そうなの。で、一回は ある家でしますって書いてって2時間58分ぐらいで帰ってきてやっぱり帰ってきたか子供どうする気だったんだって言われて、うん、任せろと思ってたけどとか言いながら、しらばっくれて帰ったこともあるし、それかな。あとは、うん、あと、あの、勤めてたっていうのもあるから、息抜きが、それが息抜きにもなったのかもしれない。あの、子供のこと考える暇がないじゃない、教員だったから。我が子をもう預けたままっていうので、うん、この冷静になれてる時間があったっていうのもあったかなとは思います。だからフルタイムのまま大丈夫です。チャンス
お仕事してるママもチャンス。お仕事中忘れる。今頃どうしてるかななんて思わない。ひどいね。でも仕事してたら思う暇がねないですよね。うん、そうだねって思うんだけど、ただあの仲間で同僚でずっと気にしてる人はいたよ。うちの子今頃大丈夫かしらって、うん、私はそうはならないと思ってたのでならなかったんだけどね。それを見てたんで、ね、気にしてない。気にしてないんだ。ね、そうです。そんなところかな。働いてないママからするとね、その時間はないから。そう、ね、うん、なので、うん、働いてないママはさ、ママ友じゃないママ友、なんて言うんだろう、同じ趣味がある人とかを作ったらいいよね。ママ友だとさ、お互いの家庭のことを探り合っちゃいたくなるでしょ。私作ってないから何とも言えないんですけど。あとどうしても子供の話になっちゃうしね。そうなの、そうなのね。だからそうじゃなくても今度は喫茶店とかさ、カフェとか行って一人時間を1時間でも作るとかさ、しちゃっていいと思うよ。私も子供抱っこしながらよく入ってたりもしたし。私もでもよくやってた。お昼寝してる時とか、うんうん、ベビーカーで出かけて寝たからよしチャンスと思ってカフェ入ってちょっといっぱいコーヒー飲むとかね。やるよね。やった。そうそう、そういうのでね、やっとくといいと思うよ。やっぱそういう息日記みんなしてるのね。なんか言っちゃいけないというか、なんか思ってた、うん、なんか子育て中のママはこうじゃなきゃみたいな、こう結構思い込みというか、うんうん、が強かったかもしれない。だね。3人いたりするとね、そこの時間が難しいかもしれないけどね。そう、なんかずっと子育てしかしてこなかったから、早く下の子幼稚園に行ってくれとか思ってて、うん、そうだったんだ。でも行ったら行ったでね、意外と何しようみたいな、自由なんだけど何していいか分かんないとかいう時もあったりして、ちょっと贅沢な、ね、うん、悩みかな。そうだね。なんかいいもの見つけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、まだまだお話は、質問はね、いっぱい聞きたいですが、うん、そろそろお時間になったので、こういったお悩みって若ちゃんに聞くことってできるチャンスとかってあるんですか、他にも。あ、はい、そうだね、今 LINE で若ちゃん先生相談室っていうのを作ったのでそこに来てもらってもいいですよ。あ、こっちか。ここの、あの今 QR コードの方を表示してるんですけども、ここから登録をしていただけると、あの今キャンペーンもやってるんですよね。なんか素敵なものが届くと聞きましたが。そうね、食べトレだからね、あの頑張るママに手抜きのおやつレシピ、おやつというか、うん、簡単にできるレシピをプレゼントします。私実はさ、あの先に見せていただいたので今日作ったんですけど、ごま豆腐のレシピがあったので、これ今日の夕飯なんですけど、うん、すごい。あ、何それ、美味しそう。ちょっとね、うちワッフルメーカーで作ったからボコボコなんですけど。ワッフルメーカーもかわいいね。そう、ホットサンドのレシピ作りました。美味しそう。これのおかげで今日の夕飯が子供たち進む進む。それ夕飯だったの。夕飯にちょっとだけ、ちょっとだけご飯の後に、うん、お楽しみ、お楽しみって言ったらすっごいご飯早く食べてくれました。そうなんだ。いいね、ありがとうございます。ぜひここに登録していただけると、このレシピももらえるし、他にもいろいろチェックするやつとかあって、ね、ちょっとね、あなたの今必要な食材が分かっちゃうね。あります。ママのお助けになるヒントがたくさんいただけると思うので、うん、ぜひ登録してみてください。お願いします。はい。じゃあ今日は若ちゃん先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきました皆様もありがとうございました。ありがとうございました。
ね、ぜひまたやってほしいとかあったら、いいねとかしてくれると嬉しいです。はい、ぜひぜひ、また、若ちゃん先生に聞きたいことあったら、またコメントいただけたら、若ちゃん先生、ぜひ答えてもらえると思うので。はい。はい。ママよりもうまく答えますよ。違うか。食べたら経験が違う。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ごきげんよう。本日の出演は、食べトレシニアインストラクター、沖若子、西村明子、古山由紀子、堀米ゆかりでした。チャンネル登録お願いします。